フェザー級団体の威信をかけた頂上決戦。まあ、キックボクシング的なスターが2人で、実力も話題性もカリスマ性も全てで、この日本キックボクシング界の象徴になりたいなって私は思ってるし、僕が勝ち進んでいけばそれができる一員だと思うんで、それを成し遂げたいですね。若き暴君が目指すは日本キックボクシング界の象徴、2024年転機となる1年がスタートする。ノックアウトブラックフェザー級王者流星。2023年はその実力が世界のトップへ通ずるものだと証明した。と同時に苦しい試合も自らの糧とした。デビューしてからずっとこの階級でやってきてるんで、何も残したことがないんだったらいいんですけど、まだ僕はやり残したことがあるのかなっていうふうに思ってるんで、フェザー級の中で間違いない日本のトップでありますけど、まあ、じゃあ本当にじゃあ一番強いのは誰なのかって言ったら、それはまあ今決められてない状況なんで、僕はその日本一になって次のステップに行きたいなって思ってますね。日本キックボクシングの象徴へ、まず目指すは他団体王者の制圧。本人もトーナメントやりたいって言ってるんで、フェザー級の機運が高まるには、まあ流星が勝たないと多分できない話ですし、それを含めても彼が今回の試合どういうふうに結果を出すのかを改めて注目しているところかな。そんな流星との戦いに名乗りを上げたのは立ち技最強。立ち技におけるあらゆる攻撃が許されたシュートボクシングの2階級王者、川上京。やはりフェザー級でね、川上選手の実績あるすごい選手なので、流星の立ち位置っていうのがどこなのか問われる姿勢になるかなと思ってます。はい、川上だったらやってくれるのかなと。ハングリーな時にの方が強いなやつ、結構自信はあるんじゃないかな。自らの団体の2階級を制覇、さらにはライズでもトップと遜色のない試合を演じている。武器とするは抜群の距離感とテクニック。難攻不落の SB 王者が自信を持ってノックアウト王者と対峙する。やっぱ一発目がめっちゃ大事だと思うんで、まあ、ここ一発目しっかり勝って強いやつとやっていきたいなっていう、まあ、その一発目が流星選手っていう、いい感じのスタートやなと思うんですね。団体の威信がぶつかる。ステップしてサウスポーでこうディフェンスが上手で、本当にやりにくいタイプなのかなっていう印象ですね。ほんまに強いと思ってるんですね、僕は。ほんま楽な試合にはならへんやろうなと思ってるし、まあ実際トップなのは明らかやと思うし、でその思ってる分勝ったら美味しいかなみたいなと思ってるんですね。必ず今回も倒して勝つ、そこで間違いなく僕の勝ちが出ますし、僕は他の選手と違うと思ってるんで、自分で僕だけじゃなくて周りにも評価してもらえるように倒して勝つことが今回一番大事かなって思ってます。日本フェザー級最強へ、暴君は自らの拳で証明する。象徴になったりする選手って本当何か人より違う輝きを持ってると思うし、僕はそれが自分にあるんじゃないかと本当に期待しているところがあるんで、それを見せられるようにそういう選手になって、そういう自分を作ってリングに上がりたいと思ってます。